南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。本願力に相なれば虚しく優る人ぞなき、功徳の崩壊に満ちて煩悩の直水隔てなし。ナーマンナブツ、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 ナーマン。皆様ようこそのお参りでございます。本日は4月2日であります。今なかなか家を出ることも自粛ということ、またお寺に参るということもできない生活が続いていることと思います。今このようにインターネットで中継をし、そしてその中で仏法聴聞をしてくださる、本当にありがたいことだなと思います。ありがとうございます。私たち仏教、このお念仏のお救いを聞くということ、これは今まではお寺じゃないと聞けないと思っていましたけれども、このようにインターネットで家にいながら、まあ聞き方は私には分かりませんから、皆様どのようにお聞きされているか、それは分かりませんけれども、それぞれの中にお聴聞してくださる。けれども私はね、このようにインターネット中継がなくてもお祈りには出会えるんだと思うんです。私はいろいろお話をさせてもらうときに、この阿弥陀様のお救い、お慈悲というものを例え話でさせていただきます。それが社会の中、映画の中、本の中、家庭の中、いろいろな事柄を例え話にさせてもらうことが多くあります。その中でね、一度言われたことがあるんです。あんたの家の話は聞きたくないって。私はね、仏様の話を聞きたいんだ、あんたの話は聞きたくないって言われたことがあるんです。ああ申し訳ありませんでした、お詫び申し上げました。確かにそうですよ、私の話なんて聞いたって何の役にも立たない。けれどもね、私は、まあ、私の話し方が悪かったですから伝わらなかったかもしれませんがね、私はこの阿弥陀様のお救い、お祈りというものはね、このシャバ世界、生活の中にね、溢れているんだと思います。いや、そのお祈りに合う、そのお祈りを聞かせていただく中にね、私たちの生活の中、いろいろな思い、受け取り方というものがね、変わっていくんじゃなかろうかって。以前、ある70代の男性の方がね、おっしゃってくださったんです。俺はね、50年頑張ってきた、この仕事をねひたすら頑張ってきた、そして頑張る中に妻を養ってきたんだっておっしゃる方がいらっしゃった。いや、それとは別でね、他の男性の方が同じようなことをおっしゃったんです。俺はね、妻のおかげでこの仕事を50年間頑張ってくることができたんだっておっしゃった。違う方、お二人がおっしゃったことですがね、50年間仕事を頑張ってきたということは同じことなんです。その男性が頑張ってきたのは同じことでありますけれどもね、それをどのように受け止めるのか。俺が妻のために頑張って働いて養ってきたというのか、
それとも妻が支えてくれたから頑張ることができたんだ。これね、言っていることは一緒かもしれませんがね、この人生の味わいというものの、それはね、違うんじゃなかろうか。両極端にね、私は違うんじゃないかなって思うんです。いや、そうですよ。私たち、たった一つの言葉かもしれませんがね、例えば、夜、空を見上げたらね、星が見えた、いうのか、それともね、あそこの星を見たというのか、あそこに星があるという事実は一緒。けれども、私が見たというのか、それとも輝く星が私の目に映ったんだ、星が見えたというのか。主語の違いというものがね、私たちの人生の味わいの深さをね、変えていくんじゃないかなって。私はね、その受け止め方の違いというものがね、お念仏をいただいていく中に、たくさんのね、味わいの深さが出てくるんじゃないかなって。前にですね、NHK で朝放送していました番組がありましたかね。番組名は言いませんが、 V6 の井ノ原さんが司会をされてた番組であります。ご存知でしょうか。金曜日になるとね、プレミアムトークといってゲストが来られる。ある日、木村拓哉さんが来られた。井ノ原さんがね、緊張する中で木村拓哉さんにいろんなことを質問されるんです。その中で印象的なものがありました。木村さん、ご自身のね、人生の転機になったようなことって何かなかったですか？お尋ねするとね、木村拓哉さんがお答えされるんです。一言一句は覚えていませんがね、まあ、こんなようなことをおっしゃったんです。あるよって、それどんなことですか？って尋ねするとね、ある日ね、明石家さんまさんに言われたって言うんです。明石家さんまさんにね、お前自分が歌ってると思ってないかって、お前自分が歌っているんじゃないんだぞって、歌わせてもらっているんだぞって、お前は自分が歌っていると思っているかもしれないけれども、本当はたくさんの人のおかげでお前は歌うことができているんだぞ、お前は生きてるんじゃない、生かされているんだ、言われたそうです。その時にね、木村拓哉さん頭の中でね、コロンって音がしたって。自分の人生の価値観がひっくり返ったって。今まではね、自分がこうコンサートに出ればね、手を振ればね、みんなが黄色い線キャーって声をかけるね、目があってウインクの一つでもしたらもうみんな気絶するくらい喜ぶ。私がウインクしても誰も喜ばない、まあいいんですけど、何でしたっけ、そうそう、ですからね、木村拓哉さんはそういうファンをね、皆さんを喜ばせて、自分が皆を喜ばせて、そして歌を聴かせているんだってずっと思っていた。けれども明石家さんまさんのその一言によって、そうじゃなかったんだ、聞いてくれる一人一人がいるから自分が歌える、いや今自分がこのステージに立つということも、美術さん、いろんな方たちのおかげで今の自分がここに立てるんだと思ったらね、他のスタッフに対する態度も変わっていったって。あなたのおかげで私がありましたね、あなたのおかげでした、ありがとうありがとうありがとうって、全部今まで思い上がってたものがね、全部壊れていきました。全部あなたのおかげでしたね、お礼を言えるものに変わっていったって、きっとね、大きなものに出会っていくとき、私たちの価値観というものは変わっていくんじゃないかなって。私は今44歳ですが、25年以上前の話になりますが、私は今朝衣をつけさせてもらっておりますが、もともとはお寺の生まれじゃない、家族は会社勤めの中であります。高校生の頃ですが、兄が石材店、
お墓を建てる仕事をしております。その関係で高校生の頃に、お墓を建てる現場の手伝いに行ったことがあるんです。その夏は、今も猛暑が随分ありますが、その時は歴史にないぐらいの猛暑で、気温が38度、39度を超える中、暑い中で外仕事をさせてもらいました。お墓はね、石が照り返すのでね、普通の外よりもやっぱり暑い。まだ高校生の私は体もできてませんからね、汗をかきながら精一杯、一輪車に泥を乗せてね、運んじゃ、一緒にね、兄とお墓の石をね、手で持つ。何百キロもある石をね、二人で持ちますから、震えながらこう、運ぶわけです。その中で、体力も落ちて限界になってね、汚い話で申し訳ありませんがね、戻してしまったり、暑気でね、倒れてしまったりした。けれども、納期がありますから、兄にどやされながらね、毎日毎日、朝から晩まで働き続けました。やっぱり暑気にね、さらされてますから、お昼ご飯どうするかっていうとね、兄にいつも千円札を1枚渡されて、お前コンビニエンスストアで昼飯買ってこいって言われる。その千円札を握りしめ、コンビニエンスストアに行き、いつもね、ロックアイスってわかりますかね、大きなね、かち割り氷みたいなのが入ったのを一つ買う。いつもこんなね、大きいタンクにね、麦茶持っていく。ですから、お昼までには飲み切りますから、また氷を買ってきて、その中に入れて、麦茶の素を入れ、水を入れて、それをガブガブ飲みながらね、現場を務める。ですから、だいたい200円ぐらいの氷を一つ。そしてそれから、兄のお弁当と私のお弁当。暑いですからね、お米食べたくない。ですからね、お蕎麦だとか、うどん、冷やし中華、そうめん、そんなものをね、買って帰る。だいたい300円ぐらい。だいたいそうすると300円、400円ぐらいですからね、1000円いくかいかないかぐらい。でいつもお釣りはね、10何円戻ってくる。その10何円を私はいつもポケットに入れてね、現場に帰って兄とお昼を食べる。そのことを何度も重ねているとね、その何十円がたくさん溜まってね、お金の中に100円、200円のお金ができるんですね。ある時、兄にいつものようにね、おい昼だから弁当買ってこい言われてね、お弁当買いに行く。そしてね、その時財布を見たらちょっと余裕がある。計算して買いますから。その時にね、私はもう喉カラカラだった。ですからね、その時にね、アイスクリームをね、買って帰ったんです。残ってたお金は百何十円ですからね、一つだけ、自分の分だけアイスを食べてね、帰り道お弁当を持ちながらね、現場に戻る。その途中で一人でね、うわ、美味しいな、美味しいな、食べて帰る。そしてその食べ終わったアイスの棒と袋をね、近くにあったゴミ箱に捨てて、食べてないふりをしてね、現場に帰って、兄に声をかける。兄さん、弁当買ってきたよ、言うとね、おー、そうか、お前ちょっとこっちの日陰で一服しようや、休憩しようや、って。ああそうだね、行くとね、兄が言うんです。さっきな、施主さんが来られたんだ。施主さんが来てな、差し入れ持ってきてくれたぞって言って、ほら、これ食べようってくれたんです。どっちがいいって言われた。なんとアイスですよ。一つはね、カップに入ったかき氷のようなアイス。もう一つはね、棒がついてる、メーカー言って失礼ですかね、ガリガリ君、ね、ありました。で、兄がね、どっちがいいって言われたんで、どっちでもいいよって言ったらね、兄が、じゃあお前これやるよ、カップのアイスくれて。で、私はそれを開けた。で、兄がね、ガリガリ君の袋をね、ビッと開けてね、棒をスッと引っ張った。したらね、棒だけがスッと抜けるんですよ。わかりますか？もうね、アイスを買ってきて、ずっと私が帰ってくるの待ってましたからね、アイスがもう溶けてね、棒が抜けてしまう。したらね、兄がその袋をね、そのままこうやって、かじるような、飲むような姿でね、食べながらね、ああ、暑いな、アイスうまいな、って一言言ったんです。私はね、情けなかった。かっこ悪かったですよ。恥ずかしいなって。だってそうじゃないですか。
私は兄に隠れて一人でね、冷たいもの食べてね、ああ、おいしいおいしい帰ってきたのにね、兄はね、買ってきてもらったアイス、溶けるのを分かっていてもね、辛い中一生懸命頑張っている弟よりもね、先に一人で食べようとは思わなかった。この弟と一緒にこのアイスを食べ、おいしいね、おいしいねと食べようと思って、きっと待っててくれたんだと思います。私はそんな気持ちも知らずに、自分だけが良ければって、そんな風に食べてたものを考えたらね、恥ずかしくって情けなくって、兄の顔をまっすぐ見ることができなかった。それから思いましたよ。兄にね、これからかっこ悪いことをしたくないな、情けないようなことをしたくないなって、もっと胸を張れるようになっていきたいなって、兄の思いの中にね、そんな気持ちが私は湧いてきたんです。だからといって今ね、あれから25年以上経って私はしっかりしたか、ちゃんとしたのか、兄に胸を張れるようなものになったのか、なっちゃいませんよ。なっちゃいませんがね、けれども、そのような気持ちを抱えて生きていくって。いや、確かにいろんなことを間違えるんです。失敗して恥ずかしい思い、汚い思いもね、抱えていくかもしれない。けれどもね、大きなものに出会った時にね、私の価値観というもの、考え方というものがね、変わっていく、転じられていくんじゃなかろうかって。本願力に相なれば、虚しく優る人ぞなきとお示しをしてくださる。今、阿弥陀様の願いに出会うということはどういうことなのか、この私の人生の意味合いが転じられていく、この命というものの姿、抱えている様々なものをどのように受け止めていくか。お念仏に出会ったらね、苦しみなくなるか、悲しみなくなるか、なくならないですよ。なくなりはしませんがね、その受け止め方が変わっていく。過去の事実は変わらない。けれども、過去の意味合いが変わっていく。すべてのものが私を支えていくものに変わっていくんじゃなかろうか。そして過去のものの意味合いがすべて変わるんであれば、これから出会っていくすべてのもの、すべての人が私を支えてくださる大切なものになっていくんじゃないのかなって。今私たちどのように仏法を味わっていくか。いや、確かにお経の中、お説教の中にその教えを聞いていく。けれども私はね、生活の中にこの御教えは溢れていく。それをどのように受け止めていくか、それをどのように味わっていくのか、それがね、お念仏をいただいていく大きな醍醐味になっていくんじゃなかろうか。今日は私はこの御三代の会うということを中心にお話をさせていただきました。勧領御文章を拝読させていただきます。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。万代無知の在家始終の難女たらんとまらば、心を一つにして阿弥陀仏と深く頼み参らせて、さらに世の方へ心を振らず、一心一向に仏助けたまえと申さん主上は、たとえ在業は尽住なりとも、必ず皆如来は救いましますべし。これすなわち第十八の念仏往生の誓願の心なり。格のごとく懸念しての上には、寝ても覚めても命のあらん限りは、称名念仏すべきものなり。あなかしこ、あなかしこ。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。